ウィスパーはなぜ追いかけたの？浮いてるのに。じゃあとりあえず時計屋、あ、近かった近かった。で、一旦日本へ戻ろう。日本に戻ってどうするんやろ。とりあえず家に戻るってことかな。楽しかった。ミステリー解明ってスカッとしますね。なんでそんなウィンドウショッピングみたいなことしよう。中に入りなよ。ボブジンさん、アイナが日本に戻るって。おー、マックボッちゃん、ちょうどよかった。どうしたんだよ、そんなに慌てて。ちょっとボッちゃんに大事なお話があります。申し訳ありませんが、お友達はこちらで少しお待ちいただけますかな。うん、あ、はい。いや、帰らせてよ。何、お説教？ん？なんかあったのにゃ？もしかして、キュピーン、これは事件の予感。何でも事件にするのだに。何があったんだ？ヘイ！ケータ、アイナ。何？どうしたの？ああ、詳しいことは後で話す。夜に秘密基地に来てくれるか？うん。わかったよ。それじゃあ私たちは一度日本に帰ります。で、もろもろ支度してから夜にまた来るであります。今夜だけど。夜になったら秘密基地に集合しよう。もう行っていいんだろうか。夜なんですが。じゃあちょっと秘密基地行こっかな。とりあえず。ペローン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。運河駅を使ってワープします。アイナは勝手に来てくれるんかな。森の秘密基地、ワープします。よし。んで？秘密基地。アイナはもう来とるかな？なんかもろもろ準備がいるらしいけど。何の準備だ？いや、誰もいないぞ。中にもうすでに入っとるとか。よし。おるし。集まったな。どうしたの？今から冒険に行くぞ。夜の冒険ですか。いいですね。どこに行くのにゃん？ミミシッポリバーの島にある屋敷、ヘーゼルタイン邸に潜入するんだ。あ、また新しい屋敷。ジョーズがいた遺跡まで行けば、そこから屋敷のある大きな川に出られるはず。お屋敷に潜入？時屋のボブじいさんから噂を聞いたんだけどよ。その屋敷、エイリアン乗っ取られちまったらしいんだ。だから俺たちの手でエイリアンをやっつけてやろうぜ。エイリアンですと？もしかして宇宙人？彼の言うエイリアンとはおそらく妖怪のことかと。行きましょ、すぐ行きましょ。聞こえてないみたいだに。それじゃあ出発だ。おお。やっぱり賑やかだな。イカダに乗ってヘーゼルタイン邸。なんかめっちゃ話しようんやけど。お屋敷にエイリアン、興奮しすぎてもうダメ。倒れないでね。OK。ヘーゼルタイン邸に行くぞ。なんだかんだ二人は息が合ってるんじゃないかな。イカダの出発準備をします。そうそう、そういえばなんか、いろいろと増えとったよね。ボディはそのまんまやけど。オール。コントロールプラス3、大冒険オールに。お、いい感じやね。見た目もちゃんと変わる。ほんで？見習いの子。おしゃれ、おしゃれとかあるんや。パワーアップ。小さな岩をジャンプできる。ホッパージャンプ。ぴょんぴょん。ん？ぴょんぴんぐホッパー。熱いとんか。よし、これでオッケー。冒険スタート。イカダに乗って冒険を始めます。どっちに行けばいいとかある？ヘーゼルタイン邸はずっと左に進んでくれ。左。ジョーズの遺跡の方へ向かえば OK だぜ。なるほど。夜だからってビビるなよ。さあ行こうぜ。じゃ、とりあえずずっとこっち向きに進んでいけばいいわけだね。左、左。どこ？合っとるよね。あ、もうすぐゴールや。これは？
今のは一体何やったん？これだって別に超えれていいんじゃないかと思うんだけど。いけない。殴れい。よし。なんとか持ってくれい。ほんとだよ。あ、ゴールゴール。おいし、いけるよ。なんかいつもギリギリやだ。ね。いつもギリギリな気がする。フィニッシュ。よし。あそこに見えるのがターゲットの屋敷だ。ドキドキしてきますね。急にアニメチックなタッチになった。誰かに見つかると面倒だからな。慎重に行こうぜ。え、なんかめっちゃ明かりついてるやん。人すんどんやない。いかだくだり楽しかったー。目的を忘れてないだに？それはないない。だってエイリアンだよ。だからエイリアンじゃなくて妖怪って言ってるにゃん。いや、私は信じてる。本当にいるかもじゃん。聞こえててもか。ほら、そろそろ行くぞ。おー。でもどっから入るだに？正面からはさすがに無理っぽいですよね。とりあえず、お屋敷に近づいて入れる場所を探してみましょう。おー。で、さっきからこれが気になるんだ。ネジネジドーナツを手に入れた。ああいうタイプのドーナツって美味しいよね。なんかそこに妖怪が。あ、雲外鏡だね。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。お、ここにも来れるようになった。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。雲外鏡を使ってワープはしないよ、今は。んで？正面からはとりあえず無理なんやろ？あー、あーい、すげえ。え、すごくね。すごくね。うわ、素晴らしいやん。近くで見るとすっごく大きいね。キララちゃんに似合いそうな家ですな。やっぱりお金持ちって感じの超セレブなお嬢様とかいたりして。さあな。ん？もしかして。でもやっぱ、こういうお屋敷には罠とか仕掛けてあったりとかしちゃって。ミス？いやいや、そんなゲームみたいなことありゃあしませんって。ゲーム？変なこと言ってないで、さっさと行こうぜ。おー、なんだなんだ。え？そうそう、お約束ですよねーって。落とし穴？ウィスパーはなぜ追いかけたの？浮いてるのに。マック、助けて。なんか、牢屋みたいなとこに来た。これこそお約束。なんでびっくりした。下にクッションがなかったら危なかったにゃん。めちゃくちゃデジャブ。それクッションじゃなくて私ですから。って、またですか。あれ、アユナは、おう、そっち。うんうん。やっぱりお屋敷には罠が仕掛けてあって当然ですよね。感心してないで、こんな牢屋みたいなとこさっさと脱出するだに。ん？これは中と外じゃない？そういえば、マックは？見当たりませんね。落とし穴に落ちなかったのでしょうか。お。ふっふっふ。ここで考えられる可能性は3つ。まずは落とし穴に落ちなかった説。もしくは別の場所に落ちた説。そして彼自身が落とし穴を作ったという可能性も否定できない。マックはそんなことしないよ。っていうかなんか変だよ。まさか妖怪の仕業？アユナが変なのはいつものことだに。いや、その推理お見事。誰？あ、私は一体何を？私は名探偵謎解き。ここの番人のようなものです。随分とお困りのようですので、少しだけヒントを差し上げましょう。私の名推理によれば、ズバリ。二つの部屋のものが力を合わせれば、この地下通路から脱出できるでしょう。力を合わせるって、どうやって？そこはご自分たちで考えたまえ。あなたたちの推理、楽しみにしていますよ。消えた。どうするだに？こんな時こそ、あゆうさ不思議探偵者の出番。あ、
こっちが外側。ふんふん、こっち側の扉は鍵がかかってますね。壊すのも難しそうだし、鍵がないと開けられないだに。次にケイタさんの方は、あ、どっちにも扉があるんや。壊れとるよ。え、こんな岩で塞がれてたらどうしようもないにゃん。ドリルはドリル。何かいい方法ないかな。水？ん？岩？あ、ケイタくん、妖怪ドリルで岩を壊しちゃいましょうよ。そうすればきっと先に進めるはずです。ほらほら、ドリルドリル。ヘイゼル隊員邸の地下道から脱出しよう。よし、行くぞ。あっという間じゃねえか。なんか妖怪がいる。そして何かしら。何ここ、ん、何何、もうちょっと離れんと。何か落ちてるにゃ。地下通路の鍵を手に入れた。おお、やりましたね、牢屋の鍵でですよ。このマークどこかで見た気が。確かアイナさんの方の扉のマークと同じだった気がします。もしかしたら向こうの扉を開けられるかもしれませんね。一度牢屋の場所に戻ってアイナさんに渡しましょう。お、じゃあこれでアイナも出れるわけやね。なんかあの子王冠みたいなのつけとったけど。アイナさん、この鍵で扉が開くか試してみて。ケイタはアイナに地下通路の鍵を手渡した。なんと、ありがとうございます。早速試してみるだに。お、動かせる。じゃあこれを。お、開いた。これで外に出られるだに。おっしゃ、まずは進めるところまで進んでみよっか。あ、でもこの調子で行くと、ケイタさんと連絡が取れなくなっちゃうね。それなら心配ないだに。ん？妖怪パッドを使えばお互いに通信ができるだによ。ちょっと待つだに。なになに？あー、こちらウサピョン。聞こえるだにか？妖怪パッドからウサピョンの声がしてる。ウィスパービビりすぎやろ。これは妖怪パッドの通信機能ですね。え、もちろん知っておりましたとも。ウィスパーめちゃくちゃびっくりしてたにゃ。連絡取るような友達がおらんかったんやろ。そんなことないですって。これがあれば離れていてもお互いの状況がわかるでビス。めっちゃ便利。ケイタさん、私はこのまま進んでみますね。何かあったら教えてね。イエッサー。ってことで進んでみよう。こっちもドリル。あ、そっか。共通やけん使えるんやね。邪魔だよ、君。よし。順調。なんかすげえ強そうなやつがおる。ん？これはまっすぐ行けばいいんかな？めっちゃいっぱいあるやん、岩。どんだけやねん。ん？ここにも鍵。鍵がかかっている。ってことは別の場所に鍵が。こっちとか。何あれ？フグ？お、これはもしや。地下通路の鍵を手に入れた。やったね。で、宝箱。パイレーツボディを手に入れた。あ、すごい、これイカダのやつやないん。やったね。もうイカダというより本当にボートになったやん。あ、ぶつかった。黒金千本たちが現れた。お、アイタタタイムズやないん。さあ、この鍵を使ったら、ここが開くんかな。鍵がかかっている。ん？開けれない。どういうことだ？え、開けれないんだけど。何？なんか別？ねえ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 。あ、こっちになんかびっくりマーク。アイナはケイタに地下通路の鍵を手渡した。この鍵で先に進めるかも。で、アイナがこの先に進めるような鍵がきっと見つかるはず。よいしょ。さあ進むぞ。さっきからこのフグばっかりやな。フグじゃないか、針千本か。黒金千本って言った。あ、これでこの鍵が開くんや。
なるほどね。え、じゃあケイタはもう脱出できるやん。地下通路の鍵を使った。アユナのこと置いていかんといてね。地下通路の鍵を手に入れた。よし。じゃあこれをあっちに渡しに行って、これでお互い脱出できるってことやね。やった、これぞ協力プレイ。イエーイ。え、あの王冠かぶった可愛い子がいなくなったんだけど。ケイタはアイナに地下通路の鍵を手渡した。よし、脱出します。やっぱりちょっとレディーファーストということで。レディーファーストということで先に脱出させていただきます。地下通路の鍵を使った。これが最後の扉だに。長かったー。あとは地上に戻れれば脱出できるはずだに。どこに出るのかな。上がればすぐにわかるだに。建物の中じゃないんかな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。